タクミにスイッチオン。スイッチオンの入れよう、スイッチオンの。あ、そうか、スイッチオンのタクミスイッチオン。まあ言ってたっけ。言ってたよ。ごめんごめん。スイッチオンのタクミにスイッチオン。今日はですね、こちら長岡名竹株式会社というところにお邪魔しまして、竹垣職人の方を今日はご紹介しようと思っておりますので、早速行きましょうか。今日はちょっとね、雨も降っておりますけども、メガネとかも静かになるね。吹きながら行きましょうか。でも竹垣ってね、それじゃあこっち、こっち、こっち、あ、こっち、こっち、あ、こっち、打ち合わせしましたよね。え、さっき。あ、こっちね。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、あ、お邪魔します。じゃあご紹介しますね。今日の、竹垣職人ご紹介します。マシモアキロさんです。はい、よろしくお願いします。竹垣職人ということで、竹垣言うたらね、どんなもんなんですか、そもそも竹垣って。庭を彩るものですね。主役じゃないんですけど、脇役でこう緑の中にちょこっとあるとこう遠近感が出たりだとか。はあ、じゃあこの番組で言うとこの僕みたいなもんですな。師匠がいてて脇役みたいな。いや、逆です。いや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 、師匠あってのこのチャンネルでございます。じゃあちょっと中入らせてもらっていいですか。じゃあその竹垣ですけど、どんなものがその中にもあるんですか。竹垣はこちら。あ、はい、あー、なんか立派な、これだから竹垣。そうです。結構重たいですねこれ。はあ、要はあのドラマとかで料亭とかのシーンで見かけたりとかしますよね。はあ、これもう一回お名前教えてください。光悦字垣。光悦字垣。垣、どんな字書きますか。光る、はい、あ、光悦の光悦。光悦の光悦。本阿弥光悦さんの光悦。ああ、いや、今ちょっと話合わそうとしてみた。はい、じゃあここに出してください。はい、高悦、はい、ね、高悦、はい、字学。大体あのお寺のやつで、兼任字学とか、高悦字学とか、金閣字学とか。じゃあそのお寺発祥でということですか。そうです。まあそもそも最初にそのお寺で作られたであろうっていう名前がついてますね。で、僕ね、こうできてんの初めて見たんですけど、ここだからここが竹ですよね。そうです。ほんでその周りにスライスしたユンカーの細かくこう細長いの竹ですよね。割った竹を。こないなってましたもん。これをしないとここがね、負けないんですよね。曲がってるところが。確かにこう曲がってます。でもね、竹って一本パーってこう強いじゃないですか。はい、曲げるのこれカーブとか大変ちゃいますもん。大変です。大変だ。大変です。大変だ。ここですな。はあ、でその他にもじゃあちょっとね、そのまま、まあ後で聞くとして、はい、これ、はい、俺なん聞いていいですか。これはおいくらしも、いや結構だって手間もかかってるし、目方もあるし、はい、僕でもね、なんとなくで値踏みしていいですか。はい、10万円。おお、ほんまですか。はい、わあ、ボケどころやったのに失敗してしまった。でもこれも竹垣なんでしょ。そうです。でも竹垣ってさっきと違いますやん。はい、これもじゃあ竹っていう。竹のこうですね、これ。は、枝の部分です。枝の部分を集めてきて。確かにあのレレレのおじさんが使ってる竹ぼうきとか、はいはいはい、あれだからこれですよね。そうです、そうです。素材は一緒ですね。はあ、じゃああれの部分をこう敷き詰めて。そう、ただ敷き詰めただけじゃなくて、これは、はい、あの枝のこの節の感覚を全部寄り出して、はあ、綺麗に並べてるんですよ。いや、すごいですね。これ作るのどれぐらいかかります、時間。これは結構かかりましたね。3週間。3週間。じゃあ3週間っていうのは、その制作日数としては結構かかる方。そうです。じゃあその3週間かかったこれ、はい、さっきのと比べて全然違いますからね。さっきのちなみにどれぐらい時間もかかったんですか。これ1週間。一緒。はい、じゃあ単純に考えて3倍で、はい、30万。正解。すいません、またあのボケの頃を言わせません。わあ、2階のところもこれ広いスペースですなあ。あー、そのさっき言ってたこうでしたっけ、あの壁沿いにあるのが。ね、ありがとうございます。めちゃめちゃ量産。はあ、ほんで何や、もう休憩時間にはしはるんでしょうな、こういうスペースを生かした卓球台なんかでこうしながらね。いやいや、あ、いやいや、やりますか。ちょっとだけやりますか。もうええかな。もういいね。気持ちいいね。今これちょっと作りかけの竹垣なんですけど、
さっき下にあった光悦寺柿。光悦寺柿、はい、こう曲げてるのは、うん、丸の竹に切り込みをザッザッザッと入れて丸のまんまグッと曲げます。それって手作業で？そうです。何か機械でこう曲げるわけではなく。ここではそうです。さすがでございます。その上にこう割ったやつを巻くんですね。うん、こう 割ったやつは細く割らないと沿って曲がってくれないので、この2ミリぐらい割ります。いや決まってあるんですね。2ミリ。そうです。じゃあちょっとだけ今どんな感じかいうのもね、ちょっと見せてもらいながら。あ、なんかもうハサミみたいにサクサク切れますね。ハサミです。ハサミでした。ペンチとかそんなんかな。ハサミだったね。うん、この節の高さをずっとあるように一個一個合わせながら。結構だから本当に細かい作業ですよね。言ってみたらね。ここはね、うん、切りすぎたらもう終わりなので。ほなもうそうなったらまた違うやつで。違うやつはね、はい、ダメなんですよ。これ隣り合ったやつをずっとこうやってるので、隣り合ってないとこのちょっとこう曲がってるのわかります？竹自体割ってあるんですけど、これ順番変わると沿わなくなるんですよね。あ、隙間が。そうですね。必ず隣り合ったやつを使う。めちゃめちゃ緊張しますよ。そうです。だから一本失敗したら全部やり直してたんです。じゃあ僕今日だから喋りながらできないそうです。すいません。めっちゃ邪魔してる感じもするんですけど。へえ。じゃあこの後僕それ続きしましょうか。いやせっかくやから開きませんか。やめてください。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。